話って何ですか？ハイムで流れている噂を知っているかい？解放軍に二重スパイがいるって話だ。君も聞いたことがあるだろう。僕はハボリムさんのことを疑ったりはしていません。もちろん私はスパイなんかじゃない。ただただかつて私はロスローリアンの一員だった。っ私の名はハボリム・バン・ラームズ、ローディス人だ。ラームズ、まさかあの、そう、暗黒騎士バールゼホンは私の実の兄なんだ。そんな待ってくれ。私は本当にスパイじゃない。私がこの島へやってきた本当の理由は兄バールゼホンを殺すため。信じてほしい。どういうことなんですか？奴は父と母を殺したんだよ。元老院の老人どもに何がわかるというのですか？君主である成果を軽んじ、商人や下級貴族が政治に口出しする国賊とはまさに奴らのこと。今この腐敗したローディスを元の姿に直せるのは我らロスローリアンだけ。父上、どうか明日の評議会では我らにお力をお貸しください。しつこいぞバールゼホン。ダメなものはダメだ。わしは元老院の提案に賛成だ。多くの議員がタルタロスとその一派を危険視しているのだ。これ以上ロスローリアンに権限を与えるわけにはいかん。お前の頼みといえどもこれだけはダメだ。父上、あなたはいつから貴族の犬になり下がったのですか？ラームズ家は誇り高き部門の王様、壁に泥を塗るおつもりか？どうかしているのはお前の方だ。わしの命令でロスローリアンに潜入しておきながら虚構派の犬になりよって、この知れ者め、お前などには家督を継がせぬ。さっさとここを立ち去れ。行くぞハモリン。父上、愚かな兄上、なんということを。お前とて分かろう。このままでは国が滅ぶ。元老院はこの国の病巣だ。そして父上もまたこの国に救う病魔の一人なのだ。兄上はどうかされている。このようなやり方を民が認めるものか。我らは確実に人心をつかんでいるぞ。それはお前も知っていよう。これ以上私の手を煩わせるな。すでに歯車は動き出した。黙って私に付き従うのだ。よいな。兄上は戦争を起こすおつもりか。ならば父上と同様に私を殺してから行かれよ。
ここまで聞き分けのない奴とは思わなかったぞ。強硬派のクーデターによって多くの貴族が殺害された。もちろん元老院の政治家たちも粛清され、今では強硬派の連中が元老院を牛耳っている。奴らに捕らえられた私は両目を潰され、国外追放の処分を受けることになった。父を殺したのは私だとされた。バールゼホンの強行を止められなかった罪もあるが。そんなことが。母上が亡くなったことを知ったのはクーデターから1ヶ月後だ。事故死と発表されたが、協力的ではなかったために奴らに毒を盛られたということらしい。信じる信じないは君次第だが、神に誓って私は嘘を言っていない。ハボリムさんは復讐のためにこの島へ来たのですね。ああ、その通りだ。バルバスの造反によりタルタロスらは捕らえられたようですが、僕らがハイム城を制圧した時、彼らの姿を発見することができませんでした。現在影たちを使って捜索を進めていますが、すでにこの島を離れたかもしれません。分かっている。だが信じてほしい。復讐のためだけにここにいるのではない。君たちの力になりたいのだ。私は祖国を愛している。しかし今のローディスは強硬派の台頭によって本来の姿を失ってしまった。このバレリアを今のローディスのようにはしたくない。私は君たちの革命に参加できることをとても誇りに思っているんだ。話してくれてありがとう。今まで通り僕はあなたを信頼します。これから先も。ありがとう、デニム君。